こんにちは、みさきです、今日はですね、歯医者さんでの予約の取り方を英語でどういうのかお教えしたいと思います。定期検診ですね。いわゆるアメリカでは1年に2回定期検診に行くんですよね。6ヶ月に1回行くんですけれども、その定期検診を英語で言うとチェックアップっていう言葉を使います。チェックアップですね。それが定期検診です。Hello, I would like to make an appointment for a checkup, please. Okay, I can help you with that. Are you a patient of record? っていうのは、あなたはここの患者さんですか？私たちの、記録の中に入っている患者さんですか？って聞かれます。No, this is my first visit. いえ、私来るの初めてです。Okay, can I take your name, please? So the earliest appointment that we have is on June 2nd.10 o'clock. 一番早い予約で6月2日の10時が空いてますけど、いかがでしょうか？ Okay, yeah, that sounds great. Okay, we'll see you then. ガチャって感じです。私はですね、オフィスでは私電話を出ることはもうゼロと言ってぐらい、言っていいぐらいないので、うちのオフィスですね、結構大きなオフィスでフロントに10人ぐらい人がいるんですよ。だから私はもう本当にその自分のコラムを持って歯科衛生士として働いてるので、前働いてたオフィスはですね、結構もうファミリーオリエンテッドっていうか、結構ちっちゃなオフィスだったので、歯科助手をその時はしてたんですけれども、歯科助手をしながらでもフロントの仕事もしながら電話も出たりとか、あとはちょっと保険のこともやったりだとか、予約取ったりとか、なんかそういうこともいろいろしないといけなかったんですけれども、ここは今本当にもうフロントはフロントの仕事、歯科衛生士は歯科衛生士の仕事、歯科助手は歯科助手の仕事、歯医者さんはもう歯医者さんで、もう全部それぞれに分かれてるので、まあ私はフロントに出ることはないんですけれども、まあこんな感じでアポイントの予約は取ります。 I would like to make an appointment. 歯医者さんの予約を取りたいって言いたい時には I would like to make an appointment という感じで取れば大丈夫です。それではこんなミニレッスンも良かったよと思ったら、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録もお願いします。最近私も歯科衛生士にアメリカでなりたいんですとか、歯科助手から始めてみようかと思いますとか、コメントとかメッセージをいただいてですね、本当にすっごく嬉しく思ってます。なんかこのビデオ動画を始めてから、こんなにアメリカで歯科関係の仕事をしたいっていう人がいるんだなと思って、なんかすごく嬉しくなってます。その方たちにですね、少しでも手助けになれるような動画をこれからもいっぱいいっぱい作っていくので、ぜひチャンネル登録してください。でインスタグラムでも結構写真いっぱい上げてますので、みさき、ね、下のハイフンアンダースコア RDH と書いて検索してもらえると出てきます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。